厳格な変奏曲に単調作品54は、フェリックス・メンデルス・ゾーンが1841年に作曲したピアノ独奏曲。厳格な変奏曲作曲のきっかけとなった、ボンのベートーベン記念像ロマン派に属しながら、古典的な形式美に寄り添った作曲者らしく、変奏曲作品としては、ベートーベンやモーツァルトの影響が強く、 当時流行していたビルト・オーゾによる華麗な変装曲とは一線を画している。非常に難易度が高い。ボンのベートーベン記念像の混流資金を捻出するために、ビーンの出版社、ピエトロ・メケッティにより企画されたピアノ曲集、ベートーベン・アルバムのために作曲され、アルバムは翌1842年に出版された。この曲を書いたのが契機となり、 メンデルスゾーンは同じ四十一年に二つの変奏曲を続けて作曲したが、変奏曲の作曲自体に慎重だったためか結局、生前には本作しか出版せず、以降変奏曲を書くことはなかった。主題の提示と十七の変奏と、こうだからなる。演奏時間は約十二分。主題は二短調、四分の二拍子。AG 回 E の加工運形が3度の加勢を伴う。 金言な作曲者らしく、ポリフォニックな二部形式の短い曲、第十七変装まであり、途中第十四変装が、同主張に変わる他はすべて幻聴のまま、概ね三連符、シンコペーションを変装の素材としている。最終の変装は、プレストの劇的なコーダ、ロマン派の変装曲作品の有名な例であり、若手奏者が手掛けるほか、教育用の作品としても取り上げられる。 演奏に必要な技術は左手重度が出現するなど無言化程度のものだが作曲者自身のピアノ語法を得得する上では重要作品とされる。主題アンダンテ・ソステヌート複雑な構成で厳粛なメロディーが奏でられる。第一変奏アンダンテ・ソステヌート主題に16部音符の修飾がされている。第二変奏ウンポコピア・ニマート主題に16部音符の6連符の修飾がされている。 第3変装ピューアニマートこの変装から主題が完全に変装される。スタッカートが多用されており、力強いメロディーとなっている。第4変装ピューアニマート16分音符に装飾音が付けられている。変装の後半は主題とかなり違うメロディーになっている。第5変装アジターと右手と左手が交互に音を出す。第6変装アジターと更新曲のような雰囲気。 変装の最後には、第7変装のメロディーが少し入る。第7変装はジタート32分音符と16分音符が連鎖する。第8変装アレグロビバーチェ16分音符の3連符がメロディーを奏でる。第9変装アレグロビバーチェ第8変装の左手部分が16分音符の3連符になっているが、若干違う部分もある。第10変装モデラート風画風の変装。 第11変装モデラート主題に8部音符が修飾されている。第12変装テンポディテーマ32分音符2つが交互になる構造。非常に速度が速く変装の中でも難しい部類に入る。第13変装テンポディテーマ32分音符の軽いメロディーに悲しげなメロディーが修飾される。第14変装アダージョここで曲は二丁調に変わり明るい雰囲気になる。 変装の最初と最後にはフェルマータが付けられている。第15変装ポコ、エーポコピュアジタ後に単調に戻る。左手と右手が交互に音を出す。第16変装アレグロビバーチェ16部音符の3連符で構成されている。第17変装アレグロビバーチェ第16変装の左手と右手を逆にしたような構造。全変装中最も難易度が高い。主題の変装が終わると、 カデンツァのようなメロディーが入る。最後は左手がイオトとそれより1オクターブ上のイオトを32分音符でつなぎながら右手が主題を演奏しフェルマータ付きでこの変奏が終わる。コーダプレスト左手と右手が交互に音を出すような構造。プレストなのにもかかわらず16分音符が使われているため非常に速度が速い。主題の変奏が終わると 一旦二丁調になるが、すぐに二短調に戻り16部音符の24連符で、クライマックスを迎える。その後は、テンポが落として静かに曲を閉じる。ショパン、リスト、シューマン、モシレス、ツェルニーなどがこのアルバムに曲を寄せている。ありがとうございます。